今日紹介する動画はですね、50万回以上再生された大人気動画のアマチュアの方が知らない体の回し方という動画になります。この動画はですね、ちょっとしたポイントを押さえるだけで体がめちゃめちゃ回りやすくなるし、しかもこう体が回しただけでずれたりしないので、しっかりとねボールを捉えつつ体がね楽に回って飛ばせるようになるという動画です。これを見てね、飛距離を伸びたとか、すごくショットが劇的に安定するようになったという動画になっておりますので、ぜひご覧ください。で、動画の最後にはですね、体がめちゃめちゃ柔らかくなる魔法の本当にびっくりするストレッチも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。どうぞ。多くのアマチュアの方が勘違いしているドライバーにおける体の回し方について解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV。 朝美容院で髪の毛の色を変えてきてウキウキしているブンブン鈴木です。このチャンネルはですね、皆さんの悩みをできるだけ分かりやすい方法で、すぐに実践できる方法で解決をして、どんどんゴルフをね楽しんでいってもらうためのチャンネルです。で、今回の動画はドライバーを安定させるための体の使い方ですね。体をどういうふうに回したらいいのか、どんな順番でどういうふうに使ったらいいのかね、というところをね分かりやすく解説していきます。ここが分かっていないので、体がうまく回らなくてクラブがこう外から降りてきてしまってスライスしたりとか、体が起き上がってしまって右に曲がったりとかね、そういうことが問題が起きてきます。というね、前傾姿勢というね、体が起き上がってしまう、前傾が崩れてしまうとか、体が回転しなくて飛ばないとか、スライスが出ちゃうとか、そういう問題が一気に解決していく体の動かし方、根本的な体の動かし方をね理解してもらうための動画ですね。で、これを見て実践してもらうとね、体の使い方もはっきり、あ、こうやって使えばいいんだなっていうのが分かるので、迷いなくねゴルフができるようになりますので、ぜひね最後まで見てどんどん上達していってもらいたいと思います。では今回もね3つのステップで解説していきますね。今いつもねステップ3つで大体解説してますけどね、うまく伝わっていますかね。できるだけね分かりやすくなるようにちょっと頑張っていきますので、よろしくお願いします。まずステップ1では、そもそも体ってどういうふうに動かせばいいのかというところですね。ゴルフはね、地面にあるボールを打たなきゃいけないので、これが非常に難しいですね。それをどういうふうにやればいいのかというところを解説します。そしてステップ2では、これをね覚えるための練習方法ですね。家でもできるし、練習場でもすぐチェックできる、コースでも分かんなくなった時に簡単にできる方法です。これやると体がとにかくめちゃめちゃ回りやすくなりつつ、体が起き上がらなくなる、そして腰もきれいに切れるように回転するようになりますね。その方法を覚えてください。そしてステップ3では、これを実践していく方法ですね。どういうふうにやればいいのか、クラブを持った時にどんな動きになるのか、またドライバーとアイアン、ね、フェアウェイウッドの違いはどういう風になってくるのかというところをね、解説をしていきたいと思います。ではまずステップ1からやっていきます。ゴルフって何が難しいかというと、ボールがね、地面にあるんですね。これが難しい。なので多くの人がね、地面に当たらないでトップしちゃったりとかっていうことがよくあると思います。で、無理やり当てようとしてうまくいかないということがあるわけですね。これはどういうことかというと、立った状態で回転するのは楽なんだけど、体を前傾した状態、ね、お辞儀した状態で回転しなきゃいけない。これがゴルフの難しいとこ。普通の人は回転しようとすると起き上がります、ね、体がまっすぐになってしまうので、トップしちゃったりとかスライスしちゃったりとかということが起きてくるわけですね。どうやったらこれがねうまく回るのかというところをね、解説していくんですけど、これほとんどの人がねこの動きをしてないということですね。こんなことしちゃいけないと思っている場合も結構多くてですね、うまくいかないわけですね。それをねちょっと分かりやすく解説したいと思います。まずですね、体をまず立った状態で回転をします、ね、これがアドレスなので、少し上半身が前へ倒れた状態、ね、多くの人がこの状態で回したのを下に下げた状態で同じようにやればいいというふうに思っていますね。でもこれを同じようにやるとね、全然うまく打てないんですね。この状態から体を倒して、そこで同じように回ろうとするとうまく振れません。体は左右に動いてしまったりね、打ちに行くときは上半身が突っ込んできてしまって、クラブは外から降りてきちゃうわけですね。これでは
綺麗に振ることはできません。本当にこういうふうに頭を動かしながらじゃないと打てないわけですね。体がこうブレブレのスイングになっちゃうわけです、ね、そしてちょっとでも力むと起き上がってしまってうまく打てないということが起きるんですね。これはどんな動きが必要かというところですね。体を横に倒す動きが実は重要なんです、ね、例えばトップの位置って体が左に傾いた状態になっててトップにいるから体が前傾した状態、倒れた状態にいられるわけですね。これを一切倒さないで回転させようと思うとこのように頭が横に動いていっちゃうんですね。こんな動きしかできません。ここから打ちに行くと外からしか下ろせない、ね、っていう問題が起きてくるわけですね。なのでこの上下の動きが実は入らないといけないということですね。でこれを簡単に覚える方法を次の、ね、ステップ2で解説をしていきます。そしてこれができるようになると体が楽にきれいに回転するだけじゃなくてクラブをいい軌道で下ろしていく、ね、ビハインドザボールで打っていく、ね、この動きがなかったらこんな風に振れません。こういう風に頭が突っ込んでいくようなスイングになっちゃいますからね。この横の倒れる動きを導入する、ね、うまく取り入れる方法をステップ2で解説をしていきたいと思います。まずですねクラブを、ね、胸にこう抱えます、まあ、クラブ持てない家でやる人はこれなくても全然問題ないので胸に手を当てて、立ってください。で分かりやすくするためにちょっと、ね、クラブを持ちますけれどもまずこの状態で左を下げて右を下げてとこういう運動をします、ね、こういう運動をしますね、構えて少し体を前傾した状態を取ります。でそこからまず左肩を下げます。分解してやっていきます。左肩を下げる、ね、頭はあまり傾きすぎないように頭はそのままで肩だけを下げるような感じにします。そこから体を回転してバックスイングをしていきます。この動きが超重要なんですね。ここから傾けないでいきなり回すと頭が動いていっちゃいます。お尻もなんか後ろに引けちゃいます。ではなく左肩を下げる、ね、イメージとしては20度ぐらい下げる感じで思い切って下げてから回します。これやってもらうと分かりますが下げてからだと腰がものすごい楽に回ります。下げないで腰回そうとするとなんか引っかかった感じでダサくなっちゃうんですけど左腰を下げると楽に腰が回ります。でトップの位置へ行きます。これを後ろから見ると左肩下げておかしいような気がするんだけどトップの位置だと綺麗な形、ね、この前傾した角度体が倒れた角度と変わらないで回転できます、ね、これを左肩を倒さないで回すとこんな風になっちゃいます。左肩を倒してから回す。そうすると綺麗な回転をしたトップの位置に来ます。左肩を下げてから回していきます。これがまず最初の動き。左肩を下げてトップに行く、ね、この位置で右足のややかかと寄りに立って左足はつま先寄りに体重がかかっている状態になります。ここからダウンスイングは左足にちょっとつま先に体重が乗ります。もしくは左のかかとに乗ってもいいですけど左足にちょっとだけ乗ります、ね、左肩が下がる回転する。で左肩下がってから回転しているので左に乗るのは結構楽なんですね。このままこっち行っちゃうと体重左に移動できないんですけど左肩が下がって回転していると左に体重が乗せやすくなります。左肩下げて回転で左足にちょっと体重が乗る。ここまでまず覚えましょうね。これ全部分解してやっております。左肩を下げてから回転、ね、実際はねもっとスイング中は滑らかな動きになりますけどまずは分解していきます。左肩を下げる回転するで左をつま先へ踏み込みます。でここから実際に動きは右肩が上がってる状態なのでその右肩が少し下がるように元に戻りながら戻りながら腰が少し左に回転しながらクラブを振り下ろしていくとインパクトに向かってフィニッシュに向かっていくとこういう動きになります。これは体の動き。左肩下げて回転で左にちょっと乗る左足を踏み込むという動作ですね。この時は力はいりません。そこから右肩が下がりながら下がる。それから腰が回ってフィニッシュにたどり着くという動きになります。
これが体の使い方ですね。この動画見てね、まあ僕のいろんな動画もありますけど、まあ、分かる人と分からない人といると思いますけど、まあ、繰り返し見てね、何回か見てると結構分かってきますので、ちょっとよく分かりづらいなと思ったら何回も何回も見てもらうと結構ね、つかめてきますからね。そうすると大きく変わってきますね。何度も見てくださいね。はい、でいきます。もう一回ね、左肩下げる、回転する、左足踏み込む、で右肩が下がる、で腰が回って回転してフィニッシュに来るという動きになります。でこれを実践ではどういうふうに意識していけばいいのかというところですね、お解説します。この左肩を下げる動き、下げてから回すのを最初やっていって、慣れてくると左肩をちょっと下げよう、ちょっと下げる意識を最初に持ったら、すぐに腰を回していってトップに行きます。ここから左足をちょっと踏み込む。この後はね、左肩が一回下がっているので、このまま打ちに行くということはないので、人間ちゃんとね、右肩がこう下がるようにして戻ってきます。でここで右肩を下げようとしてしまうと、結構フェースが開いてしまって右に行くので、ここから先はあまり考えないというのが重要です。左肩を下げて、下げながら回転する、ね、左肩を一瞬下げるのが先で、その後腰を回していく、でちょっと踏み込む。でその後は胸が今右を向いています。右に向けたままイメージで踏み込む。ここまでを意識してください。そこから先はあまり意識しない。勝手に左肩が下がって右肩が上がっているので、勝手に右肩が下がってきます。しかも腰は右に回っているので、左足を踏み込んだ後は自然に回転が始まってきますので、この自然の回転にある程度任せてください。で自然に回転ができないよという人も、あんまりこっち側で腰を強く回そうとするとうまくいかないので、まずはバックスイング側の動きを繰り返しできるようにしてください。でダウンスイングの方は、このね、運動で綺麗に回るように繰り返し練習しておいて、実際打つときはバックスイング側だけを意識するようにしてください。ダウンスイングの方で腰を回そうとすると、もうみんなフェースが開いてしまうんでね、ダウンで腰回そうとするとだいたい右に行ってしまいますよね、ということが起きてくるので、ダウンスイングの方はあまり意識しすぎないというのが重要なポイントになってきます。ではね、これステップ3で、これをね、スイングに生かしていく方法を紹介します。でまずアドレスを取りますと。で振り上げるときに、少し左肩を下げるイメージと同時に腰を回してバックスイングに行きます。そうすると楽にトップまで深く行くと。で左肩を下げると、少し左のつま先に体重がかかりますね、下げる分だけ。そうすると左足が安定するので、結構腰の力も使いやすくなって、ぐーっと楽に腰が回転していきます。でトップまで行きます。そしたらここでちょっと左足に踏み込む、ね、ここであまり力を使わない、ね、下半身から踏み込む。でもあまり力を使わない。その後は胸を右に向けたまま振るようなイメージでスイングをしてください。そうすると自然に右肩が上がっている分、右肩が少し下がって、右肩が下がるので手が下りてくる、ね、で下半身も少し自然に戻ってくる。そこからヘッドが加速して振り抜いていけるという動きになってきます。まあ、クラブの動きはね、また別の動画で今まで解説しているので、細かい動きは今回は割愛します。体の動きとしては、左肩が下がる、回転する、踏み込む、その時胸は右に残って、ここから先は先にクラブがヘッドが走っていくような感じで打ち抜くよということです、ね。多くの人がこのまま体の回転をリードさせようとしてしまうんですけど、そうすると右に行ってしまいますので、アマチュアゴルファーの方や特にスライスしている方はそういうことはしないようにして、ね、左肩を下げながらぐーっと体を回していく。これだけですごく体が回転する、またここから間を取りやすくなって左に踏み込みやすくなるというのは感覚がわかると思いますから、この動きをしっかりね、練習して感覚で掴んでください。それではね、これでね、ドライバーとアイアンの違いについて解説をしていきます。一番は構え方の違いになります。ドライバーはアドレスした時点では右肩が下がっています。右肩が少し下がっています。腰の位置はややちょっと左側です。両足の真ん中よりもちょっと左側に来ます。で肩が、右肩が下がっている状態、この構えを作るのが最初ですね。でここから左肩が下がりながら、左肩が下がりながら腰が回転してトップに行きます。そう、綺麗な深いトップができます。そこから左足をちょっと踏み込んで、あとはヘッドを走らせるように一気に振り抜いていくと
ね、ヘッドの走らせ方がわからない方は、ね、宮本武蔵素振りをやってもらうとねいいですので、それは今回は割愛しますけどね。概要欄に忘れなかったら貼っておきますので、それを見て練習してくださいね。こっから右肩が傾いた状態ですね。そこから左肩を下げるようにしてから腰を回してトップに行く。左足をちょっと踏み込んで一気に踏み行く。これがドライバーの体のスイングになります。対してアイアンはですね、肩をあまり傾けません。対処はほぼまっすぐ、少し右肩が下がる程度にして、腰は両足のだいたい真ん中に来ます。そこで左肩を下げるようにして回転する。ここは同じです。あとはここから先は同じようにスイングしていって OK です。このアドレスの違いが大きいですね。ドライバーは少し右肩を下げて上空に向かって構えるような感じにすると、それだけでかなりね、ドライバー安定してきます。スライスも減ってきますので、そこを意識してドライバーは構えるようにしてください。こういうねちょっとした違いをうまくできると、ドライバーもアイアンもねうまく打ち分けられるようになります。あ、フェアウェイウッドユーティリティもアイアンとおおむね同じ構え方になります。肩は傾けないようにして構えます。ドライバーだけ思い切って構えていきます。まあ、PGA ね、世界のトッププロは15度ぐらい体が傾いているというデータもあるみたいですけどね、まあ、少しこう傾いて構えるようにするとドライバーがうまく打てるようになるということですね。これを練習してもらうと、特にですねトップからすごい振りやすくなったとか当てやすくなったよっていう人が多いですね。このオンラインレッスンでもね、こう首切りになって上から落ちてきた人が綺麗にねインサイドから下ろせるようになったよという人もいますけれども、まあ、そういうふうにね大きな変化が出てくる練習方法になりますので、まあ、自宅でね鏡見たりしながらもできますし、本番でもねラウンド中もちょっと分かんなくなってきたら少しこうね確認するということもできますので、ぜひ練習してください。で、特に重要なのがね、これ打つときはあんまり考えすぎないことです。なんとなくにしてください。きっちりやろうとしないこと、なんとなくにしてください。そしてできるのはバックスイング、始動のときだけなので、始動のときにうまく準備をできるようにしてください。そうするとあとはもう流れに任せてやるというのがとっても大事なポイントになりますから、打つときにちゃんと左肩下がってるかな、回ってるかななんてやって、ダウンで右肩下げてなんてやると分かんなくなってきちゃうんでね、まあ、できる範囲で考えるというのがとっても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 大事なポイントになりますよね。その辺を意識して練習をしてください、ね、うまく伝わりましたかね。分かった人、分かりづらかった人いるかなと思いますけれども、まあ、分かりづらかった人は繰り返し見てもらってね、自分の中結構ね勘違いしちゃうことってあるんです。こういうのが正しいって思ってるのが結構ね間違ってることって意外にあるのでね、繰り返し見てね感じをつかんでいってもらうとかなりね良くなっていきますので、ぜひねやってみてください。で、今回お知らせですね、メールマガジンを始めました。で、日によっていろいろなんですけど、ドライバー朝一でうまく打つ方法とか、パター、ショートパットを外さないようにする方法とかですね、そういうことをですね日々配信していきます。で、知ってるだけできるようなことばっかりですね、難しい話じゃなくて、ちょっと知ってるだけですごい良くなっちゃうような、話だったり、いろいろね、見てもらう、読んでもらえるような内容になってますので、読んで楽しく読んでいたらですね、気づいたらゴルフの時に、あ、こういう風に考えればいいんだなって、こういう風にやると簡単なんだなっていうね、簡単にゴルフをやっていくためのコツ、考え方がね分かっていくので、90切りにね結構ぐーっと近づいていきますね。ゴルフって簡単に考えられるとね、すごく優しくゴルフができるんで、どんどん難しく方にねハマってってしまうとなかなかうまくいかないので、ね、そういうふうに考え方のコツが自然に読んでるだけで分かるようなメルマガになってます。まあ、無料ですのでね、登録して簡単にまあ解除もできますので、とりあえず早速ねこの概要欄のところにありますので、とりあえず登録してメールアドレス入れるだけです。名前を入れる欄もありますけど、名前入れなくても大丈夫ですので、登録してやってみてください。まあ、解除もね簡単にできますので、登録してしばらく読んでみてもらうといいんじゃないかなと思います。ではうまく伝わりますようにということで、一緒に90切りを達成しましょう。いつもありがとうございます。ブンブン。はい、いかがでしたでしょうか。本当にね簡単なポイントなんですけれども、そこを押さえるだけでねすごく体が回りやすくなるし、ずれなくなるという方法ですので、ぜひ実践してみてください。で、ストレッチを紹介する前にですね、メルマガの登録はですね、このコメント欄、概要欄でもできるんですけど、ここの QR コードですね、これをスマホのカメラで写真撮っておいてもらうと、息子さん、とか、ね、娘さん、
お孫さんにね、やってもらうと登録できますので、簡単にできますので、とりあえずこのね、QR コードを写真撮っておいてもらえるといいかなと思います。ではね、ストレッチを紹介していきたいと思います。すごく簡単なんだけど、めちゃめちゃ体が柔らかくなります。びっくりします。ね。ただ無理はしないようにちょっとずつやっていきましょう。まず手を広げます。で、体をね、ちょっと目いっぱいひねります。で、苦しくなったなと思ったところでしゃがみます。したらもう一回回るようになりますから。で、またしゃがむ。で、立つ。そうするともっとひねれます。しゃがむ、立つ。これ3回ぐらい繰り返すとかなり柔らかくなります。はい、今度は反対。ひねる、しゃがむ、立つ。ひねる、しゃがむ、立つ。不思議とね、もうどんどんひねれるようになりますから。よいしょ。ね、3回ぐらいやる。そうすると、これだけでかなり体がね、ひねりやすくなりますから。で、ひねる、ね、バックスイングでしっかりひねられると、やっぱりね、飛距離も方向性もね、安定しやすくなりますので、これはストレッチとして、ぜひやってください。で、さっき言ったメールマガですね、スコアが良くなる方法を紹介しているのが、ブンブンゴルフのメールマガジンになりますので、ぜひね、概要欄、コメント欄から登録できますので、ぜひご覧ください。それでは。